はい、今回いいですよ。なんか俺、すごいな。なんか使ってるやつ見たことある気がすんな。フラビオ？読まれへんな。ジャンピレッティ。わからへん。ディフェンス13、スタミナ18、テクニック8。やばいってことやん。昔の守備的ミッドフィールダーって感じやな。なるほどね。ジャン、ピエレッティか。ピエレッティ。すごいね。ジャンピエレッティ。すげえ、もう知らんわ。スタミナ18はちょっと惹かれるね。使えるからね、スタミナ18は。フラビオ・ジャンピエレッティさんは、まあもちろんリタイアしてるけど、ほんのついこの間までアスコリのコーチをやってたと。結構コーチ業やってるってことだな。監督じゃなくてコーチ業か。すごいじゃん。エンポリのユースなんや。で、エンポリアガリーノ。エンポリはでも行ったり来たりしてるな。でもエンポリが一番長いんか。すごいね。で、モデナ、イキーノ。ルッケーゼ、もうあれやな、下ばっかやな。イタリア一筋。わ、すげえ。セリエ B が185。セリエ C が155。セリエ A が44。一番出てへん。やばいじゃん。398か、プロ通算。まあ。でもやっぱセリアではちょっとしんどかったって感じかな。なんか線が細い感じがするよね、見た感じね。身長181あんのか。まあまあじゃん。まあでもエンポリやねんな。エンポリの潰し屋って感じか。まあでもそうやな、セリアがほとんどの一番ブレイクしたとこどこ？エンポリやねんな。一番有名なのがエンポリや。モデナもこの頃セリエやがとかな、知らんな。はい、まあでもね、指導者業やってるってことなんで、まあでも名前聞くことなさそうやな。